カリフォルニアトレールの主要路、アップルゲートラッセンジとベックワー数字も示す。カリフォルニアトレールは、北アメリカ大陸の西半分を超える、全長約2000マイルの移民が通った山越えの主要路であり、ミシシッピ川の町から現在のカリフォルニア州に至るものである。主に1841年から1869年まで使われた。東からはオレゴントレールや、 モルモントレールと同じ経路や様々な川の流域をたどり、現在のアイダホ州、ワイオーミング州あるいはユタ州からは南西に分かれてハンボルト川流域に至る道をたどった。現在のネバダ州グレートベースンを横切る経路の大半はあらゆる旅人にとって必要だった水、そうおびびき付けを得るためにハンボルト川流域に沿って進んだ。 ネバダ州西部やカリフォルニア州東部に出れば、開拓者たちは、岩の多いシエラネバダ山脈を越えるいくつかの道を通り、カリフォルニア州西部の近郊地、開拓地及び都市に入っていった。この道を1849年より前に利用したのは約2700人だった。これらの開拓者は1846年と1847年に、 ジョンシー・フレモントのカリフォルニア大隊の一員として、カリフォルニアをアメリカ合衆国の領土に変えるときの推進者になった。1845年までにこの地域には、カリフォルニアと呼ばれる非戦住民がおり、約1500人の成人男子と約6500人の女性子供で構成され、ロサンゼルス周辺の現在のカリフォルニア州南部に大半が住んでいた。移民の大半は、 カリフォルニアの北半分に住んだ。1845年にメキシコからカリフォルニアの支配権をもぎ取っていたカリフォルニアとの間に1847年1月14日にカフエンガ条約が調印された時、カリフォルニアにおける小さな武装抵抗が終わった。米国戦争を終わらせた1848年2月のグアダルーペイラル5条約により、 カリフォルニアはメキシコから優勝でアメリカが収穫領に変えられた。1848年1月に金が発見された後は。あとはカリフォルニアゴールドラッシュに関する噂が急速に広まった。1848年後半からは25万人を超える事業家、農夫、開拓者及び鉱山労働者たちがカリフォルニアトレイルを越えてカリフォルニアに到来した。 その通行者が大変多かったので2年も経たないうちにパナマ地境を経てあるいはホーン岬を回って回路、訪れる者たちを合わせると1850年までにカリフォルニアが合衆国31番目の州に昇格できるだけの住人が集まった。カリフォルニアドレールの経路は1829年頃から1840年に かけて、キットカーソンやジョーセフレッドフォード、ウォーカー、ジェデディア・スミスなどのアメリカ人毛皮公益業者、さらには、ピーター・スキーン・オグデンに率いられたハドソン湾会社の罠漁師たちによって、部分的に発見されていた。1841年から1844年の間には、ハンボルト・カワソやシエラ・ネバダゴへの使用できるものの、荒々しい馬車道が、 カリフォルニアに向かう開拓者たちによって切り開かれた。1869年に最初の大陸横断鉄道が開通するまで特に夏季にこの道は大いに利用された。当初の道には多くの枝道や短絡路が存在し、これらを合わせると約5500マイルにも及んだ。これらの道の中で約1000マイルは鉄が残っており、カンザス州、ネブラスカ州、ワイオミング州、 アイガホ州、ユタ州、ネバダ州及びカリフォルニア州にまたがり大量に西部への移民が進んだ歴史的証拠になっている。現在この道の一部はカリフォルニア国定歴史の道として土地管理局やアメリカ合衆国国立公園局によって保存されており、これらの局及び多くの州のオレゴンカリフォルニアトレール協会組織によって投票が立てられている。オレゴントレールや カリフォルニアトレイル、モルモントレイルさらに後のボーズマントレイルはすべて、北アメリカ大陸西半分を超える、同じドロモウの大半に沿って西へ向かうものだった。カリフォルニアに達するトレイルの正確な経路は、旅の出発点、カリフォルニアの最終目的地、開拓者たちの思いつき、道沿いにある水や草、道を攻撃してくるインディアンの状態、道沿いに得られる情報。 さらには一年のうちの季節によって変わっていた。四人内四六人の旅の基本は、六ヶ月間の十分な食料と、細かな物資、それらを運び雨よけにもなる荷車、それを引くための四頭内四六頭の動物、また、宿営地ごとに、自分たちや動物に、水や食料を供給し、料理をするための水、そう、焚き付けといったものだった。大半は、 ほぼ全皇帝を徒歩で行っており、妊婦や幼い子供でもなければ、荷車に長く乗ることは稀だった。男たちの中には、馬やロバを持っていて、皇帝の大半をそれに乗っていく者も,もいた。少数は歩くか、け物を使ってほぼ同じ道を進んだ。道はほぼ常に大陸を横切るように流れる川の流域に沿ったものだったが、1859年頃に、ユタとネバダを横切る。 中央山岳路が開発されて変わった。一つの季節に4ヶ月、ないし6ヶ月の旅を終えられるために、出発は4月初旬から5月であることが多く、すなわち草が伸び、荷車を通せるように道が乾くようになってからできる、限り早く出ていった。雪がまた降り始める前の9月初旬から10月までに、旅を終えることが期待された。水ズ川に到着して、それを越えるまでに、 ミズーリ州とアイオワ州の中をいくつかの枝道が通っていた。ミズーリ川西岸に渡るためには渡し船や蒸気船が用いられた。アメリカ合衆国やヨーロッパの他の地点を出発した多くの旅人はオハイオ川を平底船や蒸気船でおり、ミシシッピ川やミズーリ川を蒸気船で遡って西部への出発点に到着した。多くのものはセントルイスで没死、荷車、 動物たちを購入してからミズーリ側への船旅に出た。主要な枝道は、ミズーリ側のいくつかの町、すなわち、ミズーリ州インディペンデンス、カンザス州カンザスシティ、同州トッピカ、アイオワ州、カウンシルブラフスよびネブラスカ州、オマハなどが出発点となった。インディペンデンスやカンザスシティから出発したものは、カンザス川とわかる佐川を渡り、 その後、リトルブルー川かリパブリカン川に沿って進んで、カンザスを横切り、ネブラスカに入るのが通常ルートだった。カンザス川とミズーリ川の合流点より、上流の後に、カンザス州アキソンや、レブンワースなどの町になった場所から出発するならば、平原をほぼ北西に横切り、リトルブルー川に出てくるのが通常だった。カンザスのうねりのある丘を旅する時の唯一の障害といえば、 いくつかのクリークとその切り立った岸を越えることであり、荷車を渡すための浅瀬を掘って、多くの労力を使うか、以前に使われていた浅瀬を使ったりする必要があった。ネブラスカ州から出発する場合は、プラット川とミズーリ川の合流点近くから大半が、プラット川北岸をたどった。1850年代に、血を流すカンザスの事態が進展して、武装闘争が加熱してくるにつれて、 より多くの旅人は、ミズーリ川を上流に遡り、オマハやその近くから出発するようになった。1847年以後、ミズーリ川を渡って、オマハに到達するために、移民が出発する季節には2つ以上の渡し船が運航された。1865年にユニオンパシフィック鉄道が、西に向かってその軌道不設を始めたとき、オマハが西の出発点になった。 プラット川北岸を進む移民は、エルク法ン側とループ川を越える必要があった。ほとんどすべての経路は、ネブラスカ州の新しいカーニートリデに近い、プラット川上流で合流した。プラット川北岸を移動したものは、カーニートリデで共用される便船を使って、プラット川を渡る必要があった。後に、ネブラスカ州やワイオミング州となった地域を流れる、プラット川には、 多くの水路や島があって、浅く、屈曲しぬかるんでいて、予断を許さないために、水売り川に至る猛状の経路をたどるときに、カヌーですら、遠くまで行けない状態だった。しかし、プラット川流域は、上り坂が緩やかで荷車を容易に進めることができ、ほぼ真西に向かっており、また水、そう、バッファロー及び焚き付けにするバッファローの糞が容易に得られた。幅約1マイル。 深さ2インチから60インチのプラット川には両岸にぬかるんだ道があった。現在のネブラスカ州内にはプラット川流域で約450マイルの道があった。プラット川の水は沈泥室のものでまずかったが他の水がないときには使うことができた。1時間かそこら整地しておけば上積みを取ることができた。宿営に適した場所はプラット川に注ぐ多くの清流があるところか。 皇帝に沿って見つけた、たまたま清水が湧き出ているところだった。これら宿営に適したところは、これらが流行った時期に、大変限られた汚水施設のある、同じ宿営地を数千の人々が使ったので、不幸にも、その発生源となった。これらの原因や治療法は、当時知られていなかった。プラット川の南を旅した者は、サウスプラット川の三つある渡し場の一つを使って、 ぬかるみ危険な都下を果たし、その後ノースプラット川を遡って、現在のワイオミング州ララミートリデに進んだ。サウスプラット川を渡った後は、上り降りの急な丘のあるアッシュホローに出た。さらに数日進むと、コートハウス岩と呼ばれる平原から突き出した巨大な岩群に出会い、そこから20マイル先には衝撃的なチムニー岩、続いてキャススル岩、最後は、 スコッツブラフに行き当たった。1852年以前、ノースプラット川を渡って北岸に出たものは、ララミートリデの南側に出た。1852年以後、北岸のチャイルズカットオフを使って、現在のワイオミング州、キャスパーまで進み、そこから南岸に渡った。ララミートリデから、西の道は、地形が多くの丘や谷で切られて、険しくなり、 ノースプラット川に流れ込む支流は、急峻な峡谷になることもあって、道は川からそれなければならないこともあった。1850年の移民、サリー・ヘスターは、地形が巨大な熊に爪を立てられたかのようであり、世界でも最悪の60マイルの道路と表現した。標高1050フィートのオマハからプラット川と、ノースプラット川をたどり、標高5050 50フィートのキャスパーまで、 約650マイルの行程だった。幸いなことに、ララミートリデから先の川の流れは速く、これらが転戦する可能性を減少させ、その致命的な襲撃ははっきりと減っていった。ノースプラット川が南西に触れる現在のキャスパーの町近くで、ノースプラット川にスイートウォーター川が合流し、道はノースプラット川を渡ってスイートウォーター川に沿い、 ワイオミングを横切って標高7550フィートのサウスパスで大陸分水嶺に至った。サウスパスに至るまでは少なくとも9回スイートウォーター川を渡ることになった。サウスパスからの主要道はビッグサンディクリークをたどってグリーン川に出会ってそれを越えた。ここではよく利用された時には三内市5つの私が利用できた。流れが速く危険なグリーンは 幅100ないし300フィート、深さは7月と8月の降水域で10ないし50フィートあり、渡るのは危険だった。いくつかの私が運航していたとしても、船を待つためにしばしば数日間を要した。主要路は、グリーン川を下ってグリーン川のブラック支流にあるブリチャートリデに至り、そこからモルモントレールが分かれた。サブレット、グリーンウッドカットオフで、 ブリッチャートリデまでの主要路が約50マイル短縮された。それはサウスパスから約20マイルのパーティングオブウェイズ交差点で主要路と分かれ、ほぼ真西に向かっていた。約10マイル進むと、川幅約10フィート、深さ1フィートのビッグサンデ川に当たった。これは行き詰まる雲の中に立ち上がる柔らかい乾燥した土壌の幅約45マイルの砂漠の前では、 最後の水源であり、砂漠の向こうに、現在のラバージの町から約4マイル下流に次の水源であるグリーン川があった。ここでグリーン川には、グリーン川砂漠を抜ける急旬な深さ400フィートの水路があり、水を得るためにグリーン川に至るには急で岩の多い、道を降る必要があった。ここではしばしば、喉の乾いた動物が水を得ようと暴走し、恐ろしい結果になった。 その下り道は、間もなく多くの荷車の破片や死んだ動物が散らばることになった。サブレット、グリーンウッドカットオフで約50マイルが短くなったが、その代価は多くの死んだ牛や壊れた荷車ということになった。グリーン川を渡ると、レア川流域のコークビル近くで主要路と落ち合うために、山脈を越える必要があった。グリーン川はコロラド川の主要な支流であり、大きく、 深くまた力強い川である。上流では川幅が100内市300フィートあり、通常深さ3ないし50フィートのところで渡れた。オレゴントレールやカリフォルニアトレール、モルモントレールが開通した後は、そこを渡すためのいくつかの渡し船ができたが、旅する者が多い7月などは渡し船を待つために、数日待つことも多かった。主要路のグリーン川を渡った後、多くの者は、 スレートクリークカットオフを選び、グリーン川の上流約10マイル北に進んでからほぼ、真西に折れ、サブレット、グリーンウッドカットオフ道路に落ち合うものだった。このカットオフで、サブレット、グリーンウッドカットオフの場合にある水のない砂漠を横切る工程の大半が除外された。1848年以後、修繕、新しい家畜、新鮮な野菜、 果物あるいはその他の物資を求めるものは、ブリッジャー取リデから、ソルトレークシティなどユタの街に至るモルモントレールを選ぶことができた。ソルトレークシティは、サウスパス以降1000マイルの皇程のほぼ中間にあり、経路に沿ってある、唯一の意味ある、開拓地だった。ソルトレークシティからは、グレートソルトコ北端を北西に回り、現在のアイダホ州という他州の宗教近くのシティオブ、 ロックスで主要路に接続するソルトレークカットオフを使って容易にカリフォルニアドレールに戻ることができた。ランダー道路もブリッチャートリデを迂回しブリッチャートリデを通る道に比較して約85マイル短縮できた。これはスイートウォーター川に沿って長く進みサウスパスの北で大陸分水海を越え現在のビッグパイニーの街近くでグリーン川を渡り続いて ソルトリバー山脈を標高8800フィートのトンプソンパスで越え、その後にスムートの街近くでスター渓谷に入るものだった。ランダー道路には良い草や水、釣り場や木材もあったが、多くの場所は険しく急旬だった。スムートからの道路は北に約20マイルソルト川の西岸でスター渓谷を降り、その後現在のオーバーンの街近くのスタンプクリークで、 ほぼ真西に転じて、現在の間補修に入り、スタンプクリーク流域に沿って、約10マイル北西に進んでからほぼ90度曲がって、南西のソーダスプリングスに至るか、あるいは真西のホールトリデに向かった。ホールトリデやハンボルト側を通らない、別の経路が1859年に開発された。このルートは、モルモントレールをサウスパスからソルトレークシティまでたどり、 グレートソルト湖の南を過ぎて、ユタとネバダの中央を抜けるものだった。カリフォルニアへの旅人の多くは、中央山岳路からソルトレークシティに至りネバダの中央を横切ることで250マイル、2週間以上も短縮できた。このルートは、地理工学兵団のジェームズ・ウェイチ・シンプソン隊員が、指揮したアメリカ陸軍の作業者チームによって発見され、測量、開発された。 ユタとネバダの中央にある、クレートベースン砂漠を横切る個々の水流や泉を通っており、フンボルト川や、しばしば高戦的だったインディアンを避ける意味があった。この経路のネバダ川終点は、カーソンシティだった。当初泉と経路は、1856年から1857年の、デッチ上げのユタ戦争後に設立されたキャンプフロイドへの、 供給路として軍隊によって維持されていた。皮肉なことに多くのものが望んだのとは、真反対に、中央山岳路はより多くのカリフォルニアへの旅人をユタに導くことになり、その経済発展に貢献した。1860年までにアメリカ軍は南北戦争を戦うためにキャンプフロイドを放棄し、中央山岳路は彼らの唯一長期にわたる遺産となった。 1860年から1861年に、ポニーエクスプレスがユタとネバダを横切る、中央山が黒沿いに多くの駅を建設し、この荷車、駅馬車、ポニーエクスプレス及び電信線が組み合わされた経路は、ナショナルトレールマップの上で、ポニーエクスプレス国定歴史の道と表示されている。あとの1861年に建設された最初の大陸横断電信線は、 カーソンシティからソルトレークシティまでほぼ同じ経路を使った。ソルトレークシティからはモルモン、カリフォルニア、オレゴントレールの大半をたどってオマハに至っている。1869年に最初の大陸横断鉄道が完工した後、鉄道に沿った中継駅や電信線の方が物資の供給がしやすく維持管理も容易だったので、鉄道線に沿った 電信線が主要線となった。鉄道線からそれた電信線の大半は放棄された。主要路は、ブリチャートリデからほぼ真っ北に進んで、リトルマーティクリークに至り、そこで、ベアリバー山脈を越えてベア川水系に入り、北西にたどって、トマスフォーク地域に行き、現在のアイダホ州モンペリエ近くで、ビッグヒルに当たった。ビッグヒルは、動物の数を倍にするようなきつい登りがあり、 また大変険しく危険な下りがあった。その後、ベア側に沿ってベア側が南西に向きを変える、現在のソーダスプリングスに至り、主要路は北西に向かってポートネフ川流域に沿い、スネーク川沿岸のオレゴンタントリーでホールトリデに至る。ブリッジャートリデからホールトリデに至る経路は約210マイルあり、9日ないし12日間を要した。 そうだスプリングスの西約5マイルにハズペスカットオフができて、主要路はほぼ真西に外れ、ホールトリデを迂回した。この道はシティオブロックス近くのキャシアクリークでカリフォルニアトレールに合流した。ハズペスカットオフには5つの峠があって、ホールトリデまでの所要日数は主要路と同じだったが、そこが近道だと思って選択するものが多かった。その大きな利点は、 交通量の多い時に分散し、多くの草を手に入れることができたことだった。ホールトリデの西では、スネーク川の南岸を南西に約40マイルたどり、現在のポカテル近くに至った。ラフト川とスネーク川の合流点で、銅はオレゴントレールと分かれ、スネーク川から離れて、小さく短いラフト川沿いを約65マイル南西に、現在のアルモを過ぎた。 その後、シティオブロックスを抜けて、グラナイトパスを越え、南西に、グーズクリーク、リトルグースクリーク及びロックスプリンクリークをたどった。そこから、サウザンドスプリングス渓谷、ウェストブラッシュクリーク、ウィロークリークを抜けて、約95マイル進み、現在のネバダ州、ウェルズ近くで、ネバダ北東部のハンボルト川に到着した。ハンボルト川は、ネバダの北西部、 ルビー山脈の雪が溶けて流れ出る水流であり、グレートベースンを横切って、ほぼ正方に300マイル流れ、ネバダ西部のハンボルトシンクに至り、そこで地中に消滅する。グレートベースンは、ネバダ州全土と、ユタ州、アイダホ州、オレゴン州及び、カリフォルニア州の一部にまたがっており、海への出口はない。グレートベースンは、シエラネバダ山脈の山陰に降る雨で生きており、 そこにほとんど降らない雨が止まっている。ハンボルト川は、クレートベースン砂漠を横切るための通りやすい道を提供してきた。ハンボルト川は、水流がありその岸に沿って養分を運ぶゆえに称賛され、その水量が少なく、うるさい、植えた蚊やほとんど層がないこと、蛇行する水路、厚くアルカリ分を含んだ埃ゆえに嫌われてきた。的なインディアンは明らかに旅人の家畜にを、 打ち込むことを喜んでおり、それが後に残されていくことになった。焚き付けは時として、ジュニパーやヒマラヤ杉であり、柳や山ヨモギもあった。道はネバダ州を通るマハンボルト川の南北両側にあり、水量の多い時はほとんどを通れなくなる、狭いカーリンキャニオンを抜けていた。カーリンキャニオンの西はエミグラントギャップを抜けて、上りとなり、再び下って、 グレーブリーホードでハンボルト川に合流した。グレーブリーホードでは、泥の多いハンボルト川が砂利の川床となり、容易に溶かすることができて、通常は多くの草や新鮮な泉があった。多くの旅人は休息のために、ここでしばらく立ち止まり、動物や自分たちの気力を回復させた。この浅瀬の後は、道が二手に分かれ川の南北両土。北岸の道は、 かなり良くてリーズ川のシンクを通り過ぎても良かった。南岸の道を選んだものはハンボルト川の大きな屈曲部を回って大抵は乾燥したアルカリ分を含んだ埃りのあるリーズ川のシンクを横切っていった。二つの道はハンボルトバーで再度合流した。カリフォルニアドレールの主要路はネバダ東部で現在の州道233号線に中部と西部では 週刊高速道路80号線にほぼ沿っている。ハンボルトシンクではハンボルト川が泥の多い湖で消滅しており、カリフォルニアトレイルの中でも最悪の場所の一つがフォーティマイル砂漠となって現れた。トラッキー川とカーソン川はシエラネバダ山脈から東に流れ出る二つの主要河川であり、ハンボルト川の終端からわずか約40マイルしか離れていない。 トラッキー川は海水のおよそ6分の1の塩分を含むピラミッド湖に流れ込み数種類の魚を生息させている。カーソン川はカーソンシンクと呼ばれる別のアルカリ分を含んだ泥地で消滅する。不運なことに旅人はこのどちらかの川にたどり着く前に40マイル砂漠を横切らねばならなかった。40マイル砂漠の前でカリフォルニアドレールの主要路には分岐があり、 トラッキー側ルートは、現在のネバダ州オズワースに向かう、週刊高速道路80号線が通るほぼ真西に向かっていた。カーソントレール枝道は、今日の週刊高速道路80号線と、アメリカ国道95号線の交差点から、現在のネバダ州ファロンまで南西にフォーティマイル砂漠を横切りカーソン側に至った。フォーティマイル砂漠は、 無水アルカリ性アレッジの不毛の地域であり、ハンボルトバーからカーソン川とトラッキー川、さらにその向こうまで広がっていた。この砂漠は、東西70マイルと南北150マイルの広がりがあり、白い塩で覆われた砂と焼けたアルカリ性粘土が太陽熱を反射して、旅人や動物をよろめかせるような火の箱を作っていた。数少ない植物が育ったとしても通常は、トゲで覆われており、 地面に低く張っていた。40マイル砂漠に降る年間降水量はわずか5インチである。カリフォルニアトレールの中でも最も恐ろしい地域であり、移民たちはほとんど食料が枯渇し、弱り疲れ、しばしば解決病の症状となり、動物や道具も伸びてしまった。カリフォルニアトレールの全校程2000マイルの中で、 約150マイルを残すだけであったが、多くの者にとってそこが旅の終わりになった。大半の移民は8月の終わりから10月初旬にかけて、そこに到達した。つまり1年の中でも最も暑く乾燥している季節だった。可能ならば、初熱を避けるために夜間に進んだが、砂漠を横切るには一中夜以上を用した。トラッキートレイルで砂漠を横切る中間あたりに、 まずい味の温泉があったが、その水はあまりに熱くて、喉が渇いた動物でも飲めなかった。多くの動物の死骸がこれら、悪い泉の周りに集められ、しばしば近づくこともできなかった。水は溜めておいて飲む前に冷ましておく必要があった。道の最後の8マイルは、アルカリ分の体積が柔らかい深さ6インチから10インチの砂となり、動物が荷車を引いていくのを難しくした。 地面は開拓者たちが何とか通り過ぎるための絶望的な奮闘の中で捨てられたもの、荷車及び死者や死に行く動物の残骸が散らばっていた。しばしば荷車も放棄され、動物は針を外されて勝手に水を求めていくままに任された。砂漠の対岸で回復した後に、旅人たちはその荷車を取り戻すために引き返すこともあった。多くの動物がこの砂漠を越える時に死んだ。 1850年に行われた集計では、ホーティマイル砂漠でのゾッとするような数字が出ている。死んだロバ線61頭、死んだ馬約5000頭、死んだ牛3750頭及び墓の数953となっている。カリフォルニア東部宗教の高く岩の多いシエラネバダ山脈が西に向かう旅人たちの越えなければならない最後の障害だった。 シエラネーバダ山脈は西方に傾いた風化した石灰岩の大きな山麓で構成されている。西側斜面は氷河と川が掘り込んだキャニオンで傷跡のようになっているが、それらの頂点からセントラルバレーの平野部に至るまで約70マイルにわたって緩やかに傾斜している。東側斜面は氷河と川の傷跡でさらに起伏が激しくなり、通常はかなり切り立っており、 その頂部は、グレートベースの麓から、多くの場所では10マイルもない間にそびえ立っている。他方の東には、やや小さいが、かなりの量の風化した、石灰岩でできた、カーソン山地がある。二つの山脈ともに、西のカリフォルには向かうには越えなければならないものだった。今日でもシエラネバダ山脈を抜ける道路は9つしかなく、冬季には半分は閉鎖される可能性がある。 トラッキートレール、編集シエラネバダ山脈を越えるトラッキートレールは、約50マイルの40マイル砂漠を通ってくる道だった。トラッキー側まで達すると、現在のネバダ州オズーアース近くでほぼ真北に転じた。移民たちは、そこの冷たくて、甘い味のする、水、そう、および何百マイルも進んできて初めて目にする地獄の、涼しい木陰に感謝した。 旅人たちは先に進む前に自らと動物たちを数日間休養させることが多かった。動物たちにとっても木陰と草、さらに苦くなく石鹸の味もしないハンボルト川の水は素晴らしかった。トラッキートレールはトラッキー川に沿って現在のネバダ州リノを過ぎ、西に進んで現在のネバダ州とカリフォルニア州の宗教近くでトラッキーキャニオンに出てきた。 このキャニオンはカーソン山脈を越える道の一つだった。この狭く圧するようなキャニオンでは当初岩が詰まり冷たいトラッキー川を27カ所で渡る必要があった。1845年ケレーブグリーンウッドとその3人の息子たちがトラッキーキャニオンを迂回し、現在のネバダ州ベルディの町近くで川から離れ北西の谷をドッグバレーまで進んで、 そこから南西に、現在のスタンピードとプロッサークリーク貯水池を抜けて、下り、現在のカリフォルニア州トラッキー近くで本堂に合流する新しい経路を開発した。これは、延長が約10マイル長いものだったが、トラッキー側を何度も渡る必要がなくなったので、トラッキートレールの主要路になった。この道は、他ホこの北を通り、ドナー湖に至って、 ドナー峠の険しい山道を登るものだった。当初のいくつかの経路では荷車を分解して、動物を使い崖の上から、荷車の部品や物資を釣り上げる方法が取られた。いくつかの崖は、背の高い樹木を傾けて、崖に預け、動物を使って、休憩斜面を荷車を引かせた。すべての経路は、多くの動物に荷車を引かせるか、荷車を分解してあげる必要があった。 当初は標高7000フィートのドナー峠を越えていた。ローラーパス、編集1846年頃からは、ジョセフ・アラム隊がドナーコミノミに別の経路を見つけた。このルートは、現在のカリフォルニア州トラッキーを過ぎ、ドナーコミノミのコールドストリームキャニオンを登り、ドナー峠の南約2マイルにある、ジュダイアマトリンカーに山の間の標高7800フィートの、 暗部に至るものだった。この経路は標高がいくらか高いところまで登る必要があったが、それほど急旬ではなく、ローラーパスと呼ばれた。牛を頂部まで引いていき、長さ約400フィートの鎖を荷車につなぎ、12頭以上の牛で最後の休憩斜面を荷車を引き上げた。鎖の摩擦を小さくするために頂部にある丸太に鎖を巻きつけさせた。 荷車を分解したり積みに下ろしたりする必要がなかったので、長部に至るかなり早い方法だったが、荷車、人、動物及び荷物をすべて運び上げるためにに、3日あるいはもっと長い時間を要した。1848年から1849年頃、開拓者の大部隊が最後の長部にスイッチバック式の道をつけて、ローラーパスを越えるために鎖やローラーの必要性を、 排除した。峠からは西に向かって岩だらけの山の斜面を見ることができ、目的地に到達するまでにはまだ約80マイルの大変で危険な努力を必要としていた。この頂部から道は岩がゴロゴロしている道を下って鉱山湖から流れ出る岩側の南支流に向かった。頂部の後の最初の休憩地点は数マイル先にある美しいサミットバレーだった。 湯葉川の南支流、ノースブルームフィールド道路橋から見る、南湯葉川州立公園内にある滝道は、シエラネーバダ山脈に斜面を降り、大きな石灰岩巨歴や多くの岩の露出部と険しい、斜面を過ぎて、エミグラントギャップを通過した。週間高速道路80号線にある、歴史標識には、1845年の春、最初の滅場車体が、シエラネーバダ山脈を克服した。 彼らは警告を発し、尾根に登り、旧エミグラントギャップまで精神し、ロープを使って、ベアバレーの底に降りた。ゴールドラッシュの前、その間、そして後に、多くの者たちが続いた。ここは山岳を抜ける、移民の道の中でも、障害となった場所だったと書かれている。大半の移民は休息のためにベアバレーに泊まってから、サッターズ砦までの残り約70マイルに進んだ。 1925年頃に建設された当初のリンカーンハイウェイはドナー峠に至るシエラネバダ東部の山道を何度も急なスイッチバック方式で登った。今日、カリフォルニア州とネバダ州の週間高速道路80号線の一部は40マイル砂漠からトラッキー川、ドナー峠、サクラメントなどほぼトラッキートレールの経路をたどっている。最終的に トラッキートレールの枝道がいくつか開発された。道の一部はセントラルパシフィック鉄道の建設が1864年に開始された時にかなり改良された。ネバダに物資を運ぶ金を稼ぐためにダッチフラットドナーコ有料馬車道が建設され、ダッチフラットからネバダ州ベルディまで労働者も運んだ。ネバダ式道路編集トラッキートレールの枝道として、 カリフォルニア州ネバダシティに至るネバダシティ道路があった。この25マイルのカットオフは現在カリフォルニア州道20号線がほぼ同じ経路をたどっており、週間高速道路8十号線のエミグラント、ギャップからネバダシティに至っている。オーバーアン移民道路、編集トラッキートレールからオーバーアンに至るオーバーン移民道路は、 オーバーンの新しい金採掘所に移民を誘導するために建設されたトラッキートレール終点とも言えた現在のネバダシティからオーバーンまで延伸したものだった現在のカリフォルニア州道49号線がほぼこの経路に相当している後にオーバーンからエミグラントギャップまでの荒い道に沿って有料道路が建設され週間高速道路80号線や セントラルパシフィック鉄道もこのルートをたどることになった。1852年、オーバーンはサクラメントからニグルまで到達できるようになった。ヘネスパス道路、編集へ、ネスパス道路は現在のベルディからカリフォルニア州のキャンプトンビルとメアリーズビルまでシエラネバダ山脈を超える80マイルの道だった。1850年頃からパトリック・ヘネスによって 荷車用有料道路として開発された。ヘネスパス道路はトラッキートレールよりおよそ15マイル北にあった。この経路はドッグバレーのトラッキートレールからリトルトラッキー川を遡り、ウェッパー湖に立って標高6920フィートのヘネスパスを越え、湯葉川北支流と中支流を分ける尾根に沿ってキャンプトン、ビルとメアリーズビルまで達するものだった。荷物は蒸気船で、 メアリーズビルまで運ばれ、シエラネバダ山脈越えのために積み替えられた。1860年以降、ベルディから南方のネバダ州のカーソンシティやバージニアシティのコムストックロードまで延伸された。1860年をはじめとして続く9年間ほど大きな改良が加えられて、シエラネバダ山脈越えの最も混雑する道路になったが、これはプレーサービルルートが標高が低くて、 荷物を運びやすいために、荷馬車や駅馬車の御車に好まれたためだった。多くの夏の宿泊所や中継駅が、経路沿いのおよそ7ないし10マイル両機に作られ、牛、馬及び路バで引く荷車が備えられた。繁忙期には、荷車が終日行き交って、道路を埋め、一晩に6つかそこらの駅馬車が動いた。この経路は、セントラルパシフィック鉄道と、 バージニアトラッキー鉄道が1969年に観光し、鉄道で安くたやすく荷物を運べるようになった時に、ほとんどの漁者から見捨てられた。鉄道が開通した時にバージニアシティの人々は20、ないし50%低いコストで荷物を運べたと記録した。今日、ヘネス馬車道は大半がジャリ式のヘネス、パス道路と呼ばれるアメリカ森林サービスの道路になっており、 ベルディとキャンプトンビルをつないでいる。ベックワーストレール、編集ベックワーストレールは、トラッキー側ルートをトラッキーメドーズで離れ、北にほぼ現在のアメリカ国道395号線をたどり、現在のカリフォルニア州道7五号線沿い標高5200フィートのベックワースパスでシエラネバダ山脈を越えるものだった。峠を越えた後は、オネズタイに西へ進み、 現在のプリマス、バット及びユバ群を抜けて、カリフォルニアのセントラルバレーに入り、最終地点はメアリーズビルだった。オーロビルクインシーハイウェイとクインシーから、アメリカ国土395号線までは、カリフォルニア州道70号線が概ね当初のベックワーストレイルに従っている。1九百六年から1九百九年に、ウェスタンパシフィック鉄道によって、フェザー川キャニオンを降る、 フェザー川鉄道が建設されたが、この道に並行して走っている。この道路は、カリフォルニア州北部の鉱山に向かう甲夫たちによって、間欠的に使用されるだけになった。カーソントレール、編集カーソントレールは、約40マイルの40マイル砂漠を抜けて、ハンボルトシンクを離れ、カーソンシンクの西の円を回って、現在のネバダ州ファロンの近くでカーソン川に至った。 カーソントレイルは、ジョンシー・フレモントが1844年2月に、カーソンパスを通って、シエラネバダ山脈を越えた時の石膏を、きっとカーソンにちなんで名付けられた。砂漠を抜ける道には、生誕で、厚さ6内し12インチの砂が積もっていたが、カーソン川が堆積した砂が西に吹き寄せられたもので、ある。この砂で大変疲れ切っていた駅畜が砂漠を旅、するのを難重させ、 1849年やその他主要内民の年には数百の駅畜がここで死んだ。移民の荷車ルートは通常一人の女性を含む約45人のモルモン大隊を除隊したメンバーが早くに開発したカーソンパスを使っていた。彼らは17両の荷車と300頭の牛を連れて1848年に東のソルトレークシティに向かった。これらの荷車隊は カリフォルニアに忠実の車輪をつけた単純な技社以外、作る設備のなかった1846年あるいは1847年に移民してきた古参兵だった。彼らは現在のプレイサービルの東にシエラネーバダ山脈のアイアンサンオネをたどり、シルバー湖に近いトラジディスプリングに至った。ここで彼らは石膏の中の3人が殺されているのを見つけたが、 インディアンによるものと考えられた。そこからは標高9050フィートのウェストパスに登り、ケープルズ湖に降れば数マイル先が標高8650フィートのカーソンパスだった。ここで下の美しい渓谷に降りる方法はロープや鎖を使って何度も方向を変える必要のある大変急な尾根道だけであり、その先にホープ渓谷の水源レッド湖があった。 カーソン山脈を越えるためには、カーソン川をたどり、約6マイルの大変荒々しいカーソン川キャニオンを進むことだった。このキャニオンは、巨力や岩で埋まっており、それらは、カーソン山脈から川がえぐってキャニオンまで1000フィート以上も落下させたものだった。いくつかの場所では、入馬車を通すためにキャニオンを広げ、塞いでいる巨力を取り除いて、東に進んだ。 巨歴や通り抜けられないような狭いキャニオンで火をつけようとすれば、熱い岩に冷たい水をかけることで、ツルハ橋やシャベルを使って容易に岩が砕けることが分かった。火、水、及び熱心にツルハ橋を使うことで通れなかった道が通れるようになった。1853年頃、このキャニオンを抜ける道路は完結的に有料となり、 巨歴が除去され二つの橋が作られた時には大変使いやすいものになった。現在のカリフォルニア州道88号線と道89号線がカーソン川キャニオンを通っており爆発物やブルドーザーを使って滑らかにまたまっすぐにされている。1848年に西に向かった旅行者は現在のネバダ州ファロンからモルモン大隊が作った道をたどった。 カーソン川キャニオンを抜ける道は、まだ大変荒々しいものであり、巨歴に対して、ロープやバール、テコなどを使って格闘し、いくつか急ごしらえの橋も使って最後に美しい、標高7100フィートのホープ渓谷に入った。ホープ渓谷から西に向かう旅人は、急瞬で岩が多く曲がりくねった道を登って、氷河が作った建国の裏壁を進みた、鉾の南で、 シエラネーバダ山脈を越えた。レッド湖に近いホープ渓谷の奥では、この道が悪魔のはしごと呼ばれ、最後の半マイルで、険しい斜面を700フィート以上も登らなければ、ならなかった。今日、注意してみると、鉄の円をつけた荷車の車輪がつけた刻み目、溝、サビ跡が見られ、ロープ、鎖やプーリーでつけられた樹木の傷跡もわかる。 旅人たちはおよそ1日の重労働で峠の頂点にまで達した。この道は標高8700フィートのカーソンパスでシエラネーバダ山脈を越えた。当時の先に進む道はカーソンスパーに遮られていた。これはウェストパスに進むことによってのミニ車を進められる切り立った尾根だった。カーソントレールを進むにはモルモン大隊が切り開いた道をたどり、 現在のケープルズ湖で南に折れ、標高9500フィートのウェストパスに登ってやっと、シエラネバダ山脈を越えたことになった。ウェストパスを越える半日工程は、カーソンパスを越える時よりも容易であり、1848年から1863年まで、数千の荷車が使った。その後カーソンスパーの崖の面により良い経路が、開通された。カーソントレールは、 プレイサービルや近郊地帯の中心にまっすぐ伸びており、長年多くの移民にとって主要経路となった。現在のカリフォルニア州道88号線は、道の難しいところの多くを切り開いてまっすぐにし、自動車が通れるようにしている。しかし大まかに、モルモン移民トレールあるいはアイアンサン道路と呼ばれた、道に合流するまで、カーソントレールの大半に沿って進んでいる。その先は、 カリフォルニア州ポロックパインズやプレーサービルに通じている。カーソントレールには多くの枝道ができ、荷車のために有料道路ができたので移民や甲府たちはそれらを通ってシエラネーバダ山脈を越えた。ジョンソンカットオフ、編集ジョンソンカットオフはネバダ州カーソンシティからカリフォルニア州プレーサービルまでの道路であり、カーソンシティの近くはカーソントレールの一部を使っていた。 このカットオフは1850年から1851年頃にプレーサービルのジョン・カルフーン・ジョンソンによって開発された。カーソンシティを出てコールドクリークをたどり、標高7150フィートのスプーナーサミットを越えた。一旦、他穂近くに出て湖に突き出ている。岩の多い三脚のあるかなり険しい尾根を登ることを強いられ、さらに沼地の場所もあった。 湖の南端に達すると、江港湖近くで震度を西に変え、急坂を登って、標高七千四百フィートのエコウサミットで、シエラネーバダ山脈を越えた。ジョンソンズパスからの急な下りは、サウスフォーク、アメリカン川のスリッパリーフォードまで続いていた。そこからは、川に沿って精神し、ストローベリーから、今日のカイバーズに出て、川の北岸に渡り、約千四百フィート登って、 ピーバインリッチから降りるとアメリカン川の南支流をパシフィックハウス近くで渡った。現在のカリフォルニア州ポロックパインズ付近からは尾根に沿って川の南岸をプレーサービルに到着した。ジョンソンのルートはシエラネバダ山脈役湖への主要路として大きな競争力があるものになった。この経路はかなり改良と修正が施され、当器でも少なくとも 完結的に通行できるようにされたので、年間を通したシエラネバダ山脈越え経路として主要なものの一つになった。1855年、カリフォルニア州議会は、シエラネバダ山脈越えのニューマシャ道路を建設する法を成立させ、そのための10万5ドルの予算を確保した。シャーマンデーが可能性のある経路の調査員に指名された。デーは広範な調査を行った後に、 フレイサービルルートを最も見込みがある経路として推薦し改良経路の測量を行った。不運なことにカリフォルニア州最高裁判所が1856年にこの法は州憲法で住民投票なしには許されない不採額30万ドル制限に違反しているので違憲だと裁定した。道路の推進派はがっかりしたが負けてはおらずエルドラド、サクラメント及びヨロノ 各軍から道路建設のために5万ドルを集めた。契約が行われ、サウスフォーク、アメリカン川の新しい橋ができ、ピーバイン、リッチの山腹道路は、川より100ないし500フィート上に上げて、急な登り降りを避け、ジョンソンズサミットに登る新しい道を作り、レークバレーに降りる急旬ではない道も作った。新しいルートは、デールートと呼ばれた。陶器とそれに伴う流出水で、 道路は大惨事になり、1860年春に群衆がバージニアシティに向かおうとしたとき、なんとかまずまずの道ができたと報告された。1860年以降、道路はバージニアシティの鉱山に向かう有料道路として後半に改良された。現在はアメリカ国道50号線がほぼこの経路を通っている。1860年から1861年に、 ポニーイクルプレスがダゲッツパスとジョンソンカットオフを経路に使って陶器でも郵便を配達した。ルーサーパストレール、編集ルーサーパストレールはカーソンガーキャニオン道路とジョンソンカットオフをつなぐために建設された。ルーサーパスは他方向に沿った道ではなくカーソン側キャニオンを通ってカーソンパスの北西で旧移民道路とをつないだ。エコーサミットから降った後で東に向かい、 レークバレーの南に達し、南東に向かって、標高7740フィートのルーサーパスを越えて、ホープバレーに入り、そこでカーソン川キャニオンを抜ける、カーソントレール主要路とつながり、カーソン山脈を越えた。ダゲッツパス、編集ジョンソンカットオフの枝道として、このルートは、カーソン山脈を越えるための有料道路として、開発された。東に向かって、現在のネバダ州、 ステートライン近くでプレイサービル道路を離れ、キングスベリーグレードを登って、標高7330フィートのダゲッツパスを越え、キングスベリーグレードをフって、カーソンバレーに至るものだった。1859年以降とコムストックロードで金や銀が発見された時、この道路は後半に改良され、通常のカーソン側キャニオンを抜けるよりも、 約15マイル短縮できたのでバージニアシティに向かう、漁車が使った。今日、ネバダ修道207号線が、ほぼこの道路に沿っている。グリズリーフラット道路、編集グリズリーフラット道路は、カーソントレールの延伸部であり、コンシュームズ川の中止流を降って、プレーサービルから約35マイル東、当時金の採掘でにぎわった、グリズリーフラットに至った。ボル系の道路、 編集ボル系の道路はカーソントレールの枝道でありアマドール軍とストックトンの商人が現在のカーソントレールのコーラルフラットからカリフォルニア州ボル系のに至る道路を発注して建設させた今日このカットオフはフィドルタウンシルバーレイク道路シェイクリッジ道路及びラムズホーングレードによってカリフォルニア州道88号線にほぼ沿っているビッグツリー道路編集ビッグツリー道路は 現在のカリフォルニア州道4号線に沿って標高8730フィートのエベッツパスを超えるルートである。現在のエベッツパス国定継承艦道はシエラネーバダ山脈越えの景観道路である。カラベラスビッグツリー州立公園とグロバー、ホットスプリングス州立公園という二つの州立公園のどちらかが主端となる。 スタニスラウス及びフンボルトとイアブル各国立の森を通っている。1856年頃に使われ始めた時は無料道路だったが、1864年から1820年まで有料となり、1911年に無料の軍道路となった。今日、エベッツパス道路は大変景観が良いが、シエラネバダ山脈越えとしてはあまり使われていない。の部分は、 中央線の内に車線以下の道路となっている。大変急な坂が含まれ特にシエラネバダ山脈東側が何箇所か鋭いヘアピンカーブとなっている。長いトレーラーを牽引する車や商用車には進められない。オートバイに乗る人にも注意が必要である。カーソン側とトラッキー側の道は最終的にサクラメントのサッターズトリデで終点となった。 1848年移民の大半はこの経路を開発し使った。1849年、移民の約3分の1はカーソントレールを使い、後年その割合が増えた。1848年から多くのものは主要路から分かれて、道沿いあるいは離れたところにある鉱山地区や町に入った。ソノラ道路、編集1852年、ソノラ道路が、 カーソントレールからカリフォルニア州ソノラまでクラークスキットマアガイ社によって開通された。ハンボルトシンクからフォーティマイル砂漠を越えてカーソン側にいたり、ほぼ真南にウォーカー側まで降り、それに沿ってシエラネバダ山脈に登り、大変急な斜面と岩の多い登りを経て、標高9625フィートのソノラパスに至るものだった。 そこからはソノラまで曲がりくねった森林のある山の尾根を下った。これはシエラネバダ山脈越えとしては最も標高の高い道路だったが大変景観も良かった。ソノラとアメリカ国道395号線の間のカリフォルニア州道108号線がシエラネバダ山脈を超えるソノラ道路とほぼ同じ経路をたどっている。 この道路は1854年以降あまり使われなくなった。アップルゲート、螺旋カットオフ、編集アップルゲート、螺旋カットオフあるいはアップルゲートトレールはカリフォルニアトレールをネバダ州のハンボルト川沿い螺旋沼地と呼ばれるところにある現在のライパッチ貯水池近くで離れるものだった。この道はカリフォルニアのシエラネバダ山脈が低くなって交わせる。 ところまで北西に向かった。道は、ラビットホールスプリングスを過ぎて、ブラックロック砂漠とハイロックキャニオンを通り、最後は、サプライズバレーに至り、標高6300フィートのファンダンゴパスへの急瞬が、道を登った。そこからは、急な下りとなり、オレゴン州とカリフォルニア州の宗教にある、グーズ湖のファンダンゴバレーに至った。グーズ湖のまみがみ デイビスクリークでオレゴントレールとカリフォルニアトレールが分かれた。アップルゲートトレールは北西に進み、ロスト川に沿ってオレゴン州南東部に入り、現在の週間高速道路五号線にほぼ沿って、真北に上がり、オレゴン州のウィラメットバレーに至った。カリフォルニア側の枝道であるラッセンカットオフは、ピット川に沿ったデビルズガーデンを抜けて南西に進み、ラッセン山の東を通って、 現在のアルマナー湖で西に展示、サクラメント川に近いラッセンの牧場に着いた。そこからは、セントラルバレーを南に川を伝い、約110マイルでサッターズトリデと金の最高地に着いた。この道は場所によって、大変荒いので今日では、森林の探索やハイキングの道としてのみ使われている。アップルゲート、ラッセンカットオフは、他の経路よりもおよそ150マイル長く、 サッターズトリデに到着するまでに、大体15日から30日余分にかかったが、40マイル砂漠を避け、他の経路にある高い峠やきつい途端も避けられた。ただし、大変不快な砂漠を通り、草が少なく十分な水も得られなかった。多くの者にとって悪い選択だった。初期に、この大体ルートを通った者の,の大半は、このルートに曲がった旅人が従えてくる者に、 これが主要路だと誤って思わせる、それだけの純粋に不運だった。大半はその時までに道を知っていた、あんな人を雇うことなしで済ませており、アップルゲート、ラッセントレールについて書かれた案内書は持っていなかった。大半は数日あるいは数週間でも間違った道を来たと気づかなかった。1849年には7000人ないし8000人が、計らずも、 このかなり長い道に入り、以前に来た旅人やその動物が砂漠を裸にし、最も手に入れやすい牧草を燃やしてしまっていたことに気づいた。動物たちのためにほとんど資料は残されておらず、多くの家畜を失い関難深苦した挙句に去ったあず、砦出から派遣された救助隊が着く前に物資がなくなって死ぬ者もいた。彼らはまだよだれを垂らしながら、 やっとのことで生き残って11月遅くにサッターズトリデに到着した。1853年までに他に早くて容易で短い経路が開発されアップルゲート、ラッセンカットオフを通る者はほとんどいなくなった。ノーブルズ道路、編集1851年、ウィリアム・ノーブルズがアップルゲート、ラッセントレールの短縮路を調査した。これでセントラルバレーにある、 カリフォルニア州シャスタに着くのが容易になり、1852年から使われ始めた。このルートは、ノーブルズ道路と呼ばれ、ネバダ州のラッセンル町近くで主要路を離れ、アップルゲート、ラッセントレールが、北のオレゴン州とカリフォルニア州の宗教にある、グーズコまで回り込む、道の大半を省略した。このかなり容易な馬車道は、アップルゲート、ラッセントレールを、ブラックロック砂漠にある、 ブラックロックのボイリングスプリングまでたどり、そこからはほぼ真西に向かって、セントラルバレーにあるカリフォルニア州シャスタに向かうものであり、途中スモーククリーク砂漠、ハニーコ、スーザンビルを経由し、脱線山の北を通ってシャスタに至った。このルートは現在、ネバダ州ウィネマッカからガーラックまで、ネバダ州道49号線に沿い、そこからカリフォルニア州スーザンビルまでは、 スモーククリーク道路がある。そこからは、カリフォルニア州道44号線で、ラッセン火山国立公園を抜けて、レディングに至る。水は泉に頼るしかなく、道の大半では、頼れるクリークがなかった。ラッセン山の東、約20マイルは、ラッセン道路の一部を使った。道の一部で、シャスタシティに行く旅人は北に行くときに、 南のサッターズトリデに向かう旅人とすれ違ったかもしれない。シエラネバダ山脈越えの有料道路、編集シエラネバダ山脈越えの有料道路で当初、大きな注意を引いたものは1859年に、ワズホーックのバージニア式とコムストックロードの鉱脈だった。ここは急速に発展し、1860年頃以降、どのくらい金や銀の鉱脈があるかがわかり、 鉱山、数千人の交付及び、それを支援する、者たちに支給する数千トンの物資を購入するために、何百万ドルもの投資を要求した。当時のネバダにはほとんど何もなかった。さらに精錬所が建設されるまでは、高品質の鉱石が精錬のために、カリフォルニアに積み出された。そこの金と銀の鉱石、銀を取り出すために、新しい技術、 ワズホープロセスの開発が必要とされた。しばしば地盤が弱かったので、行動を支える新しい技術も必要とされ、四角に組んだ木材による支持構造のために大量の木材が必要とされた。行動から毎日何百万ガロンもの水が組み上げられたので、大型の蒸気駆動を、高日手ポンプと重量が百五十万ポンド以上になる、長さ三千フィート以上のポンプ軸がつき、 それを回転させるために1日33コードの焚き木が使われた。さらに、鉱山の養殖器や精錬機を動かす蒸気エンジンのために大量の焚き木が使われた。陶器の暖房のためにもさらに数千コードの焚き木が使われた。これら数千コードの焚き木はすべて輸送してくる必要があった。金や銀の発見はどのような開発や、 輸送のコストにも引き合うものだった。この時の20年間で3億ドル以上の価値がある金と銀が掘り出された。1850年から難しい地形や流れに沿った移民の道が改良され、有料道路と橋に置き換えられた。これらは企業家やいくつかの都市が建設し出資した。シエラネバダ山脈越えの有料道路として当初、カリフォルニア州ネバダ式から、 ネバダ州バージニアシティに至るヘネスパスルートとカリフォルニア州プレイサービルからタホコ及びカーソン山脈を経てバージニアシティに至るプレイサービル道路という二つの主要な道が開発された。ヘネスパスルートはメアリーズビルとネバダシティからの出資2万5千ドルで部分的に作られた。プレイサービル道路は約100マイルの工程でいくらかは短く1856年に 建設されたサクラメントバレー鉄道で、サクラメントから約23マイルのフォルソムまで荷物を運べるという長所があった。この荷物は入馬車に積み替えられプレーサービルまでの良い道路を進み、さらにバージニアスティまで運ばれた。1861年から1866年の絶頂期、これら道路の改良に多額の金が投ぜられ、 道路の建設や維持にあたる労働者を呼び、だいたい10マイルごとに置かれたサービスセンターの従業員には給与が支払われた。当時の標準的賃金は労働者や漁車で1日1ドルから2ドルだった。薬重は1日数ドルで借りられた。小峡谷や車の輪だちは埋められ、排水口が付けられ、道路の柔らかい部分にはジャルが敷かれた。荒れた地点は平らにされ、 丘を回り込むために、霧同士が作られ、流れやキャニオンには、橋が架けられた。道を作り維持するための道具といえば、鶴橋、ショベル、クワ、斧、手のこといったものであり、人間の大量の汗とともに、黒色火焼けや一輪車も使われた。使える力は人間、牛あるいはスキや荷車を引くロバであり、ロバによる土砂運搬車もあった。毎年春には、 陶器の間の破壊や雪解け水による被害のために莫大な修繕費用が必要とされた。夏の日中は10頭までのロバに引かせて東西に向かう重い荷物を積んだ荷車で何マイルもの間混み合った。西に向かう車の大半は空だった。離合のために道路のあちこちに離合点が設けられた。推計では約2000人の魚者が約2500両の荷車を動かし、 1> 約1万2千頭のロバが使われた。もし各、荷車が道路の約100フィートを占領し、千の組があるとした場合、少なくとも20マイルの道路が埋められたことになった。ヘネスパスルートあるいはプレーサービル道路の往復およそ200マイルで、荷車では約16日間かかった。郵便と乗客を乗せる、駅馬車は鈍い荷車の交通を避けるために通常、夜間に走った。 プレイサービル道路を走るパイオニア駅馬車会社では12両の馬車と600頭の馬を用し、1日平均37人の乗客を運んだ。馬は従内市20マイルごとに取り替えられ、プレイサービルからバージニアシティまで往復18時間で走った。高等や馬車の破損などの事故がどちらのルートでもたまに起こった。1864年の駅馬車の収入は、 当時の新聞によると、プレーサービル道路で乗客1人27ドルとして約52万7千ドルと推計される。ヘネスパスルートのカリフォルニア駅馬車会社とネバダ駅馬車ラインは乗客の数が幾分少なかった。両ルート合わせ郵便料も含めると、1864年の収入は100万ドルを超えると推計される。 バージニアシティまでの荷物配達量は1トンあたり約5セントとして、1862年で約280万ドルとなる。これら有料道路から上がる、純利益はおそらく10%以上、すなわち約30万ドルであり、駅場車は10万ドルだったとみられる。プレーサービル道路とヘネスパスルートには散水車もあり、日中は3時間ごとに道を湿らせ、 ほこりや道の破損を最小にした。プレーサービル道路には93のホテル、駅場車中継駅、宿泊所があり、ヘネスパスルートも同様で、およそ10マイルごとにあった。プレーサービル道路は、当季も運行できるようにされ、一時的な暴風雪の時のみ閉鎖された。1864年7月、ダッチフラットドナーコ有料馬車道が後に、 セントラルパシフィック鉄道が使うことになるドナーサミット湖へのルートを使って開通し、競合車となった。このルートは当初のトラッキートレールの大半を使っており、大きな違いといえば、大量の労働力を使って道をまっすぐにし、険しい坂道や主要な障害物を抜けるために、丘の中原を切り開いたことだった。当初のトラッキートレールが険しいキャニオンに降って、ベア側を根に到達する。 ダッチフラットの下流では、荷車の運行を妨げる多くの急な尾根を切り開いた。フラットという名前にもかかわらず、難しい地形にあったので、ダッチフラットまで鉄道線路の末端が伸びたのは1866年7月4日のことだった。この有料道路は、投資額20万ドル、350人の労働者と多くの薬銃を投入して10ヶ月で作られた。当初は、 鉄道の末端からドナーサミット越えでネバダ州ウェルディに至っておりそこからヘネスパス道路に合流してバージニアシティに至るものだったこのルートはカリフォルニア行き馬車会社がプレーサービル道路よりも3時間を早く他のルートよりも高度が低くて道幅が広いと宣伝したこの新しい有料道路は新しい鉄道が建設中であってもその物資を運ぶ 必要性をまかなうことで現金を稼げるように開発された。鉄道の建設がシエラネーバダ越えを目指して進むにつれて、貨物は鉄道の末端近くで荷車に積み替えられ、有料道路を使って目的地に届けられた。鉄道がドナーサミットを越えてトラッキーやその先に入るとバージニアシティやワズホー地区への貨物はゆるりと鉄道に振り替わっていった。 現在の週刊高速道路80号線はほぼ同じ経路をたどっており、北カリフォルニアにおけるシエラネバダ越えの幹線となっている。シエラネバダ越えのほとんどすべてのルートで改良のために通行量が取られた。しかし2つの主要有料道路が開発された後の他の道路は比較的使われなくなった。サクラメントからバージニアシティまで2000ポンドの荷物を運ぶ。 二車の往復料金は約25ドルから30ドルであり、動物が6頭より多い時は通常の1頭1.5ドルに追加料金、橋を通る時にも追加料金があった。州も連邦政府もシエラネバダ越えのための良い道路に援助を出さなかった。いくつかの軍が建設を助け、運行権を認めたので有料道路の運営者は、 最小の競合で良い道路や橋を建設して維持できた。通行量を不満に思う者もいたが、道路の利用者道路の改良と維持のために金を払い、この時代の納税者は、外して良い無料道路に大きな費用をつぎ込むことは好まなかった。シエラネーバダゴへのほとんど全ての荷車運送と、駅馬車は1869年にセントラルパシフィック鉄道と、 バージニアトラッキー鉄道が開通した時に運行を止めた。この時も続いていたコムストックロードの鉱山や町に向けて大量の行動用木材や数千コードの巻き材の需要が唯一大きな例外であり、そのために狂気の鉄道まで作った。まだ鉄道が来ていない町では荷車や駅馬車が必要とされ使われていた。処分によって設立された。 最初のハイウェイは1886年に諸軍が買い上げ、無料道路にされたプレーサービル道路だった。州政府によって設立された最初、シエラネバダ越えの道路は1900年代初期まで次第に廃れていくに任されていたが、自動車時代の到来によって良いシエラネバダ越えの道路の需要が復活した。その他の交通、編集移民以外にも、貨物輸送、家畜移動、 駅馬車及び1860年から1861年の短期間のポニーエクスプレスなど道の一部を使ったものがいた。カリフォルニアからネバダの地域の交通は双方向であり、ネバダのコムストックロードのようなとてつもなく裕福な鉱山やその他カリフォルニア東部における鉱脈の発見でカリフォルニアからの貨物の輸送需要が出てきた。1855年に パナマ地境鉄道が開通し、快速の蒸気船がパナマにある大西洋と太平洋の港に行き来することで、アメリカ東海岸からカリフォルニアに、そこそこの運賃で貨物を運ぶことが可能になった。以前は危険だった川の私も有料橋や私船で、安全なだけでなく早く通れるようになった。日夜運行する駅馬車で、ミズーリ川からカリフォルニアまで25日から28日で、 つくようになり、通常の荷車帯でも1860年で、所要約160日から1020日に短縮した。多くの橋、渡し船及び道路の通行量は1860年で、通常荷車1両あたり30ドルだった。これら有料の橋、渡し船及び道路によって、西部への旅は約40日短縮され、安全性が増した。セントラルパシフィック鉄道と、 バージニアトラッキー鉄道、編集カリフォルニアトレールの究極の競合車は1869年に完成した最初の大陸横断鉄道だった。カリフォルニア州内ではセントラルパシフィック鉄道であり、ネバダ州内ではバージニアトラッキー鉄道だった。オマハからカリフォルニアまで所要7日間、運賃65ドルと早く安く安全になった。 開通以前でも部分開通した鉄道がネブラスカ、ワイオミング、ユタ、ネバダ及びカリフォルニア周辺に貨物と人を運ぶために使われていた。東部から運ばれる物品の価格は輸送費が安くなったので20ないし50%下がった。1869年以降のカリフォルニアトレイルは大胆な旅行者に使われていたが基本的に道沿いの町から町に行き来する。 地方道に戻った。ジョンビドウェル・カリフォルニア・トレイルが通ったグレート・ベースンは、スペインと後には、メキシコの領土と宣言されていたところであったが、名のある、スペイン人やメキシコ人の探検家によって探検されたわけではなかった。イギリス人やアメリカ人の毛皮罠漁師が初めて、この地域に入った。アメリカ人の罠漁師で探検家。 ケガは公益業者だったジェデット・アイア・スミスが1826年から1829年に二度、カリフォルニアとシエラネーバダゴへの遠征隊を率いて、戻った。1828年から1829年、ピーター・スキーン・オグデンが、イギリスのハドソン湾会社の遠征隊を率い、ハンボルト川一帯の多くを探検した。1834年、 休暇中のアメリカ陸軍士官ベンジャミン・ボン・ニビルが、ジョン・ジェイコブ・アスターが出資した西部への遠征を目指し、ジョセフ・レッド・フォード・ウォーカーと少数の騎馬部隊を、現在のワイオミング州にあるグリーン側から派遣し、カリフォルニアに至る道を探させた。ウォーカーは、ハンボルト側がグレート・ベースンを通って、シエラ・ネバダ山脈に至る自然の重要路になると、確認した。最後は、ウォーカーパスから、 シエラネーバダ山脈を越えてカリフォルニア南部に入った。ボン・ヌビルは自身とオーカーの西部遠征の証言を1838年にワシントン・アービングに書かせた。ジョン・シー・フレモント大尉とその案内人キット・カーソンが1845年にカリフォルニアドレールの一部を通る遠征隊を引き、その後カリフォルニア共和国設立に一役買った。フレモントはこの地域の完全な地図を作り、 1848年頃にハンボルト側にその名前を与えた。フレモントとその妻ジェシー・ベントン・フレモントはその探検に関する広範な証言を書き、広く知られるようになった。1841年以前の数十年間に数百のマウンテンマンとその家族がオレゴンやサンタフェから様々な道を通ってカリフォルニアに流入した。カリフォルニアドレールの一部を通った。 最初の著名な移民は、ジョン・ビットウェルであり、1841年に35人の男性と一人の女性と赤ん坊からなるビットウェル・バートルソン隊を率いてネバダを過ぎ、カリフォルニアに入った。この隊から離れた一部は、オレゴントレールを使って初めてオレゴンに入った移民となった。ビットウェル・バートルソン隊のカリフォルニアに向かった者たちは、 スネーク川から離れて、ネバダを進んだが、そこのハンボルト川水源は見落とした。彼らは、ネバダ東部でその荷車を放棄し、廃納を背負って、旅を完成させた。難民なシエラネバダ越えの後、この集団の一部が後にサクラメントバレーに、チコの街を作った。1842年、ビットウェール、バートルソン隊の隊員ジョセフ・チャイルズが、他の数人と共に東部に戻った。 1843年、チャイルズは7人からなる最初の隊を率いてカリフォルニアに戻った。チャイルズはホールトリデで,でジョセフ・レッドフォード・ウォーカーと出会い、ニューマ社でハンボルト側を下ってカリフォルニアに向かう開拓者の半分を率いていくよう説得した。チャイルズは残りのものと廃納を背負い、マルーア側を下ってカリフォルニアに向かうというまだ誰も使っていない道を開発した。 ウォーカーの隊は途中で荷車を放棄し、廃納を背負って、カリフォルニアに入った。1844年、ケレーブ・グリーン・ウッドとスティーブン・スタウンゼント・マーフィー隊が、後にトラッキートレールと呼ばれる道を通って、初めてニューマ車を引いて、シエラ・ネバダ山脈を越えて、カリフォルニアに入った開拓者となった。1845年、ジョン・シー・フレモントとランスフォード・ヘイスティングズが、 数百人にもなる開拓者を案内して、カリフォルニアへの道を進んだ。1846年、約1500人の開拓者が、カリフォルニアドレールを通って、カリフォルニアに行ったと信じられており、そこの独立戦争にちょうど間に合った。1846年に移動した隊の中に、ドナー隊というものがあり、ヘースティングズに説得されて、岩の多いワサッチ山脈を越える。 ヘイスティングズカットオフを通り、ユタのグレートサルトコ円類平原を過ぎ、その後にハンボルトがワルートに進んだ。ヘイスティングズもドナー隊も知らなかったが、そのカットオフには、馬車道もない岩の多い山岳路だけでなく、80マイル以上の水のない円類平原もあった。ドナー隊はこの山岳路と、円類平原を通過するために数量の荷車と、多くの時間、多くの動物を失った。 遠類平原を過ぎた後は回復のためにドナー・スプリングスでほぼ一週間を過ごしたが隊員と残っていた動物はみすぼらしい姿になっていた。彼らは1846年では最後にカリフォルニアに到着した移民隊となった。不運なことにシエラネバダ山脈の東側では雪が降り始めた。彼らはドナー湖近くのシエラネバダ山脈で早い雪に 立ち往生し、上、死、及び人肉食という、ひどい経験をした。1845年と1846年の移民の多くは、カリフォルニア大隊に徴兵され、パシフィック大隊を助けて、メキシコの悪性からの独立のために戦った。1848年以前の移民は動く、少数だったが、1848年1月に、カリフォルニアで金が発見されてからは、 洪水のように押し寄せた。この年、米国戦争を終わらせた1848年2月のグアダルーペイダル5条約により、アメリカ合衆国はニューメキシコ領土とカリフォルニア領土をメキシコから優勝で獲得した。金発見の知らせが合衆国東部で広く知られる前であっても、オレゴン、カリフォルニア南部及びメキシコから開拓者が金鉱地に向かってゴールドラッシュが始まった。 1848年遅くにジェームズ・ポーク大統領が金発見を大衆に知らせ、ワシントンで数百オンスの金塊が展示された時から数ヶ月のうちに東部の金探求者はカリフォルニアに行く計画を立て始めた。1849年春までに数万人の金探求者が西部のカリフォルニアに向かった。1848年と1849年の ゴールドラッシュはカリフォルニアゴールドラッシュにその運命を求めた多くのもののほんの走りに過ぎず、その後数年間に毎年約5、0ドル相当の金が発見された。不運なことに1849年はアメリカ合衆国や世界のあちこちでこれらが蔓延した最初の年でもあり、カリフォルニアに向かう途上で数千人が死んだと考えられている。大半が カンザス州やネブラスカ州の表示もない墓に埋葬された。1860年の国勢調査ではこのゴールドラッシュで殺到したものの圧倒的多数が男性であり、カリフォルニア州の16歳以上の男女比では18対1となっている。1850年までに会場からやってきた開拓者とカリフォルニアトレイルを通ってきた開拓者を合わせると、カリフォルニアが 州になる資格を満たすのに十分な人口になっていた。ハリウッド映画で流されたイメージとは異なり、西部に旅したものの60%から70%以上は牛に引かせた荷車で移動しており、2番目がロバ、馬を連れた者はほとんどいなかった。この牛に引かせた荷車は横を歩く魚車が誘導し、無知と声で命令した。ウォンが止まれ、ゲタップが進めまたは来い。 G が右に回れ、ハウが左に回れ、だった。牛に引かせた荷車は多くの理由で選ばれた。牛は2いが購入費が安く、6頭の牛でより重いものを引くことができ、道沿いでたまにしかない草でも生き延びられ、訓練すれば従順で居しやすかった。牛は訓練が容易で数週間もすれば十分働いた。さらに良いことには、牛は馬や、 ロバのように穀物すなわちオート麦を滅多に必要とせず、牛が夜に逃げ出しても簡単に見つけて連れ戻すことができ、インディアンは牛を盗むことにはあまり興味を示さなかった。緊急の場合、牛は背中に荷物を乗せるか、殺して食用にできた。次に、丈夫なロバは訓練したものを買うのが難しく、手に入るものの大半は訓練されておらず、 しっかりとしたロバーの調教者でも訓練に2ヶ月から3ヶ月を要した。ロバーはしばしば車に近いものの一頭に乗って誘導し、残りのロバーは手綱で漁した。馬はもっと高年に使われた。道沿いの開拓地で健康に日々働くために必要な穀物を購入できるようになってから増えた。泥棒や暴走で動物を失うことや消耗させてしまうことは大きな災難となり、 代わりを購入できたとしても安くも容易でもなかった。皇帝の終わり頃には、荷車が壊れ始め、動物も消耗し始めると、数少なくなった動物を使って、少ない荷車に小さな荷物がまとめられた。物資、食料及び道具はしばしば仲間の旅人の間で共有された。忘れた、壊れたあるいは消耗したものは、仲間の旅人、 あるいは道沿いの全身基地や砦から得ることができた。馬、ロバ、牛の新しい定鉄は道端にある鍛冶屋によって取り付けられた。道具の修理やその他の物資は道中のいくつかの砦や渡や私場に作られた鍛冶屋の店で購入された。良い鍛冶屋の店では数ヶ月の間に数千ドル相当の仕事ができた。緊急物資、修理及び家畜はしばしばオレゴン。 カリフォルニア及びユタの住人によって、道を後から来る旅人に供給された。そのような旅人は雪に合わないように急ぎ、物資は枯渇し、道具は壊れ、あるいは新鮮な動物を必要としていた。トレイル初期の統計は1849年頃から1855年まで、ワイオミング州ララミートリレに駐屯するアメリカ陸軍によって記録されたものがある。しかし、 これら初期統計記録の原本はどれも見つかっていない。陸軍は移出するか破棄してしまった。これらの記録についてはいくつかの日誌といくつかの日誌に記録された陸軍記録の手書き写しが一部あるだけである。カリフォルニアへの移民は1849年のゴールドラッシュによってかなり増加した。近発見の後、1860年まではカリフォルニアがトレイルを通る。 移民の目的地であり続け、この間におよそ20万人が動いた。1860年以降は南北戦争がトレールにかなりの障害になったので、かなりわかりにくくなった。1861年から1863年にトレールを進んだ人々の多くは、北部でも南部でも戦争とその徴兵から逃げ出していた。 トレイルの歴史家メリル・ J ・マッツは上に掲げる表の合計欄にある1861年から1867年の移民数を推計した。しかし、これらの推計値は例外的12万5000人に過ぎず、1870年の国勢調査では20万人以上の人口がカリフォルニア、オレゴン、モルモン、ボーズマンの各トレイルやその枝道の恩恵に預かった。 すべての増加分なので低すぎる可能性がある。1860年以降のモルモン移民の記録はソルトレークシティの新聞や他の証言でかなりよくわかっており、1847年から1868年までに到着した移民の大半の名前を挙げることもできる。コロラド、オレゴン、アイダホ、ネバダよびモンタナでの金と銀の発見でもこのトレールを使った 移民の数を増やしたが、当初の利用者とは異なる方向へ向かった。時間の経過による移民数を見ることは重要だが、31の州でもっと多くの人々が故郷に泊まる道を選んだ。1840年から1860年の間、アメリカ合衆国の人口は1、400万人増加し、わずか30万人だけが西への旅を選んだ。 1860年から1870年の間、アメリカ合衆国の人口は700万人増加し、このうち西部州での増分は約35万人だった。多くのものは旅の費用、労力及び危険性でひるんだ。いくつかの資料では移民の産内市10%は西部への閉じで亡くなったと推計されている。 この国勢調査では1860年から1870年の間に西部州と準州で36万3000人の人口増があったことを示している。この増加のいくらかは西部州と準州における高い出産率によるものだが大半は東部から西部に移動した移民とヨーロッパからの新しい移民だった。カリフォルニア州とオレゴン州の増加分の大半は 1855年以降、東部と西部の海岸を航行した蒸気船とパナマ地境鉄道の早く、かなり低コストの交通手段があったことによる移民である。この国勢調査では1860年から1870年の10年間に、少なくとも20万人はカリフォルニア、オレゴン、モルモン、ボーズマンの 各トレールのどれかを使って新しい故郷に到達した移民を示している。カリフォルニアやオレゴントレール及びその遠心部を旅する費用は人によってゼロから数百ドルまで様々である。女性が家族を離れて一人で出ることは稀だった。最も安価な方法は荷車や動物を移動する助けに雇われることであり、ほとんど一銭も使わないか小さな収入を得て旅する者がいた。 資本のあるものはしばしば中西部で家畜を購入し、カリフォルニアやオレゴンまで追っていくことで大抵は利益を上げた。旅人の60ないし80%はノーフであり、すでに入馬車、家畜及び多くに必需品を所有しており、それで旅行費用を一人当たり約50ドル下げられた。家族で行くときは前もって何ヶ月も旅行の計画を立て、 多くの余分な衣類など必要な物資の準備をした。必需品の大半を購入する個人の場合は、一人、あたり150ドルから200ドルの費用で落ち着いた。トレイルが整備されてくると、渡し船や有料道路のための追加費用は荷車一台、あたり約30ドル、一人あたり約10ドルであったと考えられる。西部への道は厳しく危険に満ちていたが、 航路上での死者の数は正確には分からず、かなり幅のある水系値があるだけである。この水系値は、当時に、表示のない墓に埋葬するという慣習で割り出すのが、難しくなっている。この慣習は、動物やインディアンに死骸が掘り出されるのを避けるために、意図的に採掘したものだった。墓はしばしばトレールの中間に置かれ、その上を家畜に通らせて、見分けがつかなくされた。 これらのような病気がトレイルの旅人の主要な死因であり、全旅行者の3%、総計で6000人から12000人が、これらの流行った1849年から1855年の間に死んだ。インディアンの攻撃はおそらく2番目に来る死因であり、1841年から1870年までに約500人から1000人が殺された。その他よくあったには、投資、 川を渡る時の歴史、荷車による歴史及び拳銃による事故死がある。これらの死者には、その他の病気による死者も含んでいる。すなわち、老衰、天然痘、チフス、ジフテリア、肺炎、肺結核、マシン、黄熱病、赤痢、百日咳、小高熱、マラリア、オタフク風邪などである。トレイルを歩んだ人々はすでに出発前からこれらの 病気に罹患していたか、途中でかかった可能性もあり、このトレール特有の障害ではなかった。当時これらの病気の多くに効果ある治療法がなく、自分で回復させるか死ぬかする以外、この時代の医者が病気になったものになす術は、ほとんどなかった。インディアンの攻撃は1860年以降、著しく増加した。これは、軍隊の大半が撤退し、 甲府や牧道が国中を先導し始めて、しばしばインディアンの領土に侵入したからだった。ハンボルト川沿いでの攻撃が増えて、大半の旅人はネバダを越えるためにネバダ中央ルートを取るようになった。投資の例としては、三大三次と言われるドナー隊、及びウィリーとマーティンの手押し車隊がある。歴史は、荷車の速度が、時速2マイルから3マイルだったにもかかわらず主要な、 死因だった。荷車は簡単に止めることができず、特に子供が荷車の動いている間に乗り込んだり降りようとして失敗することがあった。他には荷車の側を歩いていて衣服が車輪に絡み引きずり込まれたこともあった。鉄の車輪は情け容赦がなかった。アール川を渡る時の歴史はおそらく1849年と1850年に多かった。 若く請求で推しの強い男性がトレイルを行く人の大勢を占めていた。後に家族連れが多く出発し、私船や橋が備えられて、驚くことにこの時代に泳ぎ方を教えられていたものは少なかった。ダラミートリデを過ぎてから西では事故による射殺が著しく減った。人々はその武器に慣れてくるようになり、荷車に置いたままにすることも多かった。 1>, 1日中10ポンドのライフル銃を持ち運ぶことは大変になり、インディアンの脅威が減ったり、狩猟の機会が少なくなったと理解すると、通常は不要になった。解決病がそのまま死因として挙げられることは多くなかった。しかし、死者の様子を読んでみると解決病が主要な死因だったという結論に至る。特に旅の最後の月はそうだった。 かなり多くの旅人が旅の終わり頃には、解決病を患っていた。その典型的な小麦粉と、塩漬けポークとベーコンの食事はほとんどビタミン C がなかった。不幸なことに、鉱山キャンプでの食事も、通常新鮮な野菜や果物などが乏しく、直接、アルゴ号ーゴーの乗組員の境遇、すなわち早い死につながった。栄養不良による解決病の死は、 カリフォルニアに到着した後にも起こる死因の大半だったので、これらに匹敵すると考える者も,もいる。皮肉なことに、多くの者のは新鮮な野菜や果物を含む、食事の重要さを理解し、解決病をどうやったら防ぐことができるかは、ある集団では共通の知識だったが、普遍的に知られ、教えられているにはほど遠かった。中国人のアルゴー号の乗組員は、 その食事に多くの野菜を固執したことでうまくやっていくことができた。その他のシーンには自殺、雷に打たれる、出産、動物の暴走、蛇に噛まれる、鉄砲水、倒木、家畜に蹴られるなどがあり、おそらくは200ないし500人が死んだ。旅行者の隊の中で一人も死なずに旅を終えるものは稀だった。ジョン・ウン・リュによる推計では全トレイルを旅した40万人の うち4%、すなわち1万6000人が閉じで死んだとしている。オレゴントレールとカリフォルニアトレールの依存として長く続いていたものの一つは、西海岸へのアメリカ合衆国領土の拡張である。オレゴン州とカリフォルニア州にその地上軍や毎年これらの道を伝った多くの人々と、共に数多いアメリカ人の開拓者がいなければ、これは起こらなかった可能性が強い。 オレゴントレールとカリフォルニアトレールはどちらも同じ移民隊によって1841年に移民ルートとして開発されたと聞いて驚く者もいる。ビットウェル・バートルソン隊はカリフォルニアに向けて旅だったが、隊の半分は現在のアイダホ州、ソーダスプリングスで別れ、オレゴンのウィラメットバレーに進み、残りの半分はカリフォルニアに行った。南北戦争の前に、 カンザス州とミズーリ州の襲撃者たちの間に血を流すカンザスの抗争が起こり西部に向かう荷車隊の出発点は北のネブラスカ州オマハに移った。ジョンシー・フレモントがカンザスシティのウェストポートランディングからローレンスの南はカルーサバレーまでたどった枝道は地元でカリフォルニア道路と呼ばれた。ネバダを抜けるトレールの 同じ一般的なルートの一部は最初の大陸横断鉄道のうちセントラルパシフィック鉄道の一部に使われた。20世紀にこのルートは現代のハイウェイに使われ特にアメリカ国道4十号線と週刊高速道路8十号線になった。貨車の輪立ちと車軸のグリースで岩に書かれた移民の名前がアイバホ州南部のシティオブロックス国立保護区に見ることができる。 ありがとうございます。